皆さんこんばんは。本日も1週間のスタートでアップ。子供たちも少し疲れ気味、優しく励ましてあげましょう。よい子の味方、頑張れるや。本日もモーツァルトをお届けいたします。Thank you.
新聞紙、新聞紙。子供たちは早口言葉出ちゃって。遊びが大好き。だるまさんが転んだ。最初、あじゃんけっぽん。生まれたって。10歳、20歳、40歳。まだまだ頑張れるや。できると思えばできるのでございます。皆さん、うつむかない。下をうつむかないで、前を見ましょう。先生も 100% 完璧ではございません。機械のように 100% 何でも、初めから1から100まで何でもこなせる人というのは本当に少ないのです。下をうつむかない。もっと前向きに、ポジティブに、できた!できるよ!自信を持ちましょうね。そんな本でもよいよって本。栗は栗でも驚いた時に出るのが、ああ、びっくり。引く、引く、引くとなるのが、あしゃっくり。しゃっくりのが出れば、水を一気飲む。背中を軽く叩いてあげる。胃が痛くなったら、ましょうね。それではにらめこしましょう。アップブー。笑うと負けよ。アップブー。それでは仲間外れクイズ。さあ、これから五択、一つだけ仲間外れがいます。さあ、どんな生き物かな？サケ、クジラ、ウサギ、イルカ、カメ。さあ、よい子のみんな分かったよね。仲間外れは、ぴょんぴょんぴょん、あぴょんぴょんぴょん、うさぎちゃんでした。
度は各仲間、さあ一つだけ各仲間でないのがあります。さあ第1問シトチキ、2番鉛筆、3番いびき。4番、鈴。5番、鉛筆。さあ、良い子のみんな分かったよね。仲間外れクイズ。答えは、各仲間ではないのはお鈴でございました。世界の人当てクイズ。ギリシャの人はアテネ。イタリアの首都はローマ。ピンポン。アメリカの首都はワシントン。ピンポン。4番デンマークの首都は人魚姫でおなじみのアンデルセンの里でコッペンハーゲンでした。まるフィンランドの首都はヘルシンキ。ピンポン。それでは一句お絵かけで、みんなで楽しく学びましょう。仲間外れにいじめ防止、みんな平等に一人一人の個性や持っている長所を引き出してあげましょう。子どもたちも絵が本当にとっても上手に描いてくれます。絵やイラストというのはその子の個性をちゃんと表しております。原色を好む子は活発、淡いパープル、単色を好む子はとってもデリケートで繊細。子どもたちも一人一人個性が違いますが、ダメ言葉よりできた、あ面白い、もっとやりたいな、もっと知りたいな、たいはたいでも眠たい、何回も同じことやってるとふわーふわー退屈。エビでタイを釣る、スーパーボールスクイーン、アミドクジー、何でもお任せ、ちょいちょいのちょい、一週間のスタート、えいえいおう、アマピエ、アマピエ、まだまだ。それではね、さよう。